はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹を引っ込めるための腹筋、たったの1分です。一緒に頑張ってもらえたらと思います。まずお腹を引っ込める腹筋のポイントなんですけども、しっかり骨盤をですね、前傾している骨盤を後傾させてお腹を縮めとくっていうことと、その縮めたものを引っ張る、そして息を吐き続けながらお腹をどんどん引っ込める。この3つがポイントになります。で、お腹はですね、もちろん前かがみになると脂肪が溜まってお腹が出るんですけども、お腹を引っ込めながらお腹が引っ張られる腹筋をするとですね、姿勢が良くなってくるんで、まあ、お腹もしっかりね、引っ込んでくれます。なので今回みたいな腹筋一緒にやってもらえたらと思います。たったの1分です。まあ、1分かかんないと思います。一緒に行きましょう。はい、やり方なんですけども、まず寝た状態で足を少し上げて、腰がしっかり床につくことを確認してください。これ腰が浮いてしまうと、お腹が力入らずに伸びてしまうんで、まず腰をしっかりつけて、お腹を縮めてください。で、できるだけ膝を前に伸ばしていて、腰が浮かない位置。できるだけ伸ばします。足を伸ばせば伸ばすほど、足の負荷がお腹にかかりますんで、あんまり曲げるよりは、まあ、ほぼほぼ伸ばした方がいいです。ほぼほぼ伸ばすんだけど、腰が浮かない位置です。で、これでですね、まずね、ここで上半身を起こしてお腹をしっかり縮めます。ここで息を吸って吐きながら、でもここでまた息吸います。ここで息を吸って吐きながらお腹を縮めたままどんどんお腹を伸ばして、息がなくなったぐらいで戻っていきます。で、また戻ったら息を吸うということを5回やっていきましょう。では一緒に行きましょう。まず起き上がって息を吸って、はい、お疲れでした。たったの5回でもね、結構効きますよね。多分1分かかってないかなと思います。基本的には10秒ぐらい息を吐き続けた方がいいんですけども、この分は結構辛いんで、多分6秒か7秒ぐらいで1回やってるんじゃないのかなって感じです。それはまあ5回しましたんで、まあ大体40秒ぐらいですかね。1分経ってないと思います。これはですね、毎日やってもらうだけで、翌日ね、お腹がちょっとキュッとこう力が入って緊張した感じ保てますんで、もうお腹のね、引っ込めにおすすめです。やっぱ腹筋をしてない日、例えば2日3日腹筋してないと、お腹って意識が抜けちゃうんで、やっぱり姿勢がね、悪くなって胸張ってお尻が出てお腹が伸びた状態、そういった姿勢になってしまうんでですね、やはり適度に毎日ちょっとぐらいは力が入ることをした方が、翌日にも力が抜けずに体が緊張した筋肉になってくれますんで、今みたいに腹筋をやってもらえたらと思います。もちろんですね、スクワットとかああいったね、種目でも腹筋多少は使いますし、あとはボディービルダーの方とかね、ああいった方は腹筋しませんよとか言うんですけども、その人らは表面に腹筋が出てしまっているので、もちろん割れてますし、腹筋をしなくてもね、別に中の人体的にね、筋肉が見えているんで腹筋いらないよって言うんですけども、あの人らは脂肪が少ないからお腹が出てないですけども、一般的な方はね、脂肪がついてますんで、お腹が引っ込む姿勢を作れないと、胸よりもお腹が出た感じになるんで、もうお腹がいわゆるね、出て見える形になってしまいます。なんでこういったね、お腹を引っ込める腹筋を毎日少しでもやってもらえたらと思います。今回少しきつかったと思うんですけども、いろんな動画がありますんで、自分の目的とね、自分の体力、筋力に合った腹筋を選んで、引っ込む腹筋を手に入れてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとコメント待ってます。